みんなはまだかしら。あ、エンジェル隊は来ません。部屋で待機するよう命令しました。え、なんか大勢で見送られると根性の別れみたいじゃないですか。それもそうね。大丈夫です、必ず戻りますから。ええ。では和也、白波出撃します。ちょっと、必ずホーリーブラッド会に合体していくのよ。移動手段は指定されてないから。分かってます。あとこれ、武器だって持ってくるなとは言われてないわ。そりゃ戦艦の攻撃をねじ曲げる相手に無駄かもしれないわ。でも何かしらの可能性をつけてくれるかもしれないでしょ。ノアさん、早く受け取りなさい。どうも。なんか子供を遠足に送り出すお母さんみたいですよ。うるさい。よしった。和也くん。はい。いい？どんなことがあっても絶対に諦めないで。そうすれば必ず活路開けるわ。バカにしないでください。え、今ココさんが言ったこと、僕がこの船で得た経験から必然的に導き出される当然の心得です。そんなに無理ないですか。僕いいえ、とても頼もしいわ。あなた本当に成長したわね。え、いや、そんな成長しただなんて、そのおや、ここは笑うところなのでは。そうかもしれないけど、あんた笑ったことなんてないじゃない。びっくりしました。なるほど、唐突だったわけですね。勉強になります。それはさておき、白波少尉。あ、はい。君はエンジェル隊の隊長、つエンジェルです。そうなるんでしょうけど、イメージ的には認められていないような。その通り。学、私もそう思います。何が言いたいんだこの人。ですですね。ここで奇跡の一つでも起こせば誰しもが認めるはずです。君が紛れもないエンジェルであることを。ぜひとも証明見せてください。これは命令ですよ。はい、了解しました。では行ってきます。ノアさん、ココさん、副長、そしてみんな、僕に力を、ナデを助ける力を。カズヤ、あんたの前に時空湾曲反応よ。はい、確認済みです。パイレット、和也氏に特艦します。ホーリープ海、無限回廊内に侵入しました。和也くん、コンドールフロア、セントラルグローブの中なのか。ここはブレイブハートからルキシオール、ブレイブハートからルキシオール。繋がらないか。あそこには夏目がいるはず。とにかく向かおう。空気はあるのか。おいおいおい、
困るな。ヘレア！余計なことしないでよ。彼女には君が死ぬところを見てもらうんだが。な、夏目、無事なんだね。よかった。よかった。感動の再会だね。銃なんか持ってきて物騒だな。ヘレアは、すごいや。怒りの感情だけでここまで時空を震わせるなんて。で、君には自覚ないか。お前が、こんなことをするお前が神だって言うのか。そうだよ。そして僕の伴侶、女神のセレナだ。こんにちは。女神だって？ねえ、少しわきまえてくれない？あなた、創造主を目の当たりにしてるのよ。ふざけな！お前たちがこの世界を作ったとでも言うのか！もちろん。これで何回目だったかな？そう、忘れたわ。でも皮肉だよね。やっとうまい具合に進化したっていうのに、こんなに好的だなんてさ。いい加減にしてほしいんだけど、私やり直すのもう嫌よ。待て！何回目とかやり直すとかって、前にもビッグクランチを起こしたことがあるのか？当たり前でしょ。言い直すならビッグクランチを起こさなきゃ。出ないとビッグバンも起こらない。なんだって？それじゃあお前たちはこれまで何度も気に入らなかった世界をリセットしたって言うのか？まあそんなところだけど、ちょっと違う。ここまで進化したのは今回が初めてなんだ。気に入るも何も、君たちより前の世界はさ、僕たちのいた場所、巨時空に触れることさえできなかったからね。巨時空？触れる？無限回廊のことさ。開いたじゃない、2回も。バカな！聞いたことがないぞ！今だって兆しをつかむのがやっとなんだ！開くな、できるわけない！やれやれ、やっぱり気がついてないのか。この体の記憶によると、アナザースペース。何？っていうみたいだけど。アナザースペースだって？そうそう。そんな、それはマイヤーズ長官が二度目のクロノクエイクを防ぐためにカラスマ先輩と一緒に開いた別宇宙のこと。それだよ、それ。なんか変なエネルギーを流し込んでくれたよね。クロノクエイクのエネルギーのことか。そしてそのすぐ後にも大げさな仕掛けを使って開いていわ。アナザースペースから長官たちを助け出した時のことだとしたら、辻褄は合っている。そんなバカな！バルファスクが起こそうとした大災害を防いだ行為がウィルとの接触を招いたっていうのか！ねえねえ、何もそんなに驚くことはないんじゃないかな。誇りに思いなよ。虚に触れるほど進化したなんてすごいことさ。おかげで僕もこんなに素晴らしい実を手に入れられた。ねえ、私も早くよりしろに入りたいんだけど。あと、ごめんごめん。そうだね、器の質を落としたとはいえ、オーブも随分構築されてる。オーブ？数で補ったから、そろそろこのくらいの力なら。な、出せるか。あうまく避けたね。なんだこれ、ナノマシン、魔法？どっちでもないし、どっちでもあるかな。
さて、また行くよ。なかなかいい感じだ。あんなレベルの器でもここまでの力が出せるのか。基本的には優秀なんだな、怪の世界。あまり質にこだわらなくても問題なかったんじゃない？そうかもね。どういうことだ！オーブってなんだ！オーブはオーブさ。器は器。つまり精神と精神のつながり。僕らの英知を蓄え、力に変える仕組み。精神のつながり？アライアンスの人たちに言ったことか！そうだよ。最初は僕の依代と同じレベル、あのエデンとかいうとこで構築しようとしたんだけど、ノアだっけ、彼女が随分頑張ってくれたので失敗さ。次に君の宇宙ノイエを使おうとしたんだけど、今度は妖精とかいうやつらのせいでまたまた失敗。そういうことだったのか。でも驚いたよ。すでにオーブっぽいものを構築する種族がいたんだからね。今のターゲットはフォスなんだな。え？フォスの人たちも樹脂で固められたと聞いてる。それがその力の源だってわけか。だからそう言って。もうおしゃべりはその辺にしてよ。私も地下を使いたいわ。わかったわかった。セレナはせっかちだな。それじゃあ、カズヤ知らない。そろそろ死んでよ。やばい！今度はそっちか。それ。うまいうまい。いつまで持つかな。くそ！はい。しくしょう！素晴らしっこすぎ。そいつは申し訳ないね。何よ！無駄だってば。そんなことは分かってる。どうしたもんかな。まだ？そう言わないでくれよ。君たちの特性を利用するか。彼女に向かって放ったらどうする？な、やめろ。手は出せないんだろ。どうかな。やめろ。愚かだ。愚かすぎるよ、この野郎。君から撒き散らされるその感情、そろそろ鬱陶しいね。それにその目、嫌いだな。夏目いざよい、ちゃんと見るかい。あ、ダメだよ、目をそらしちゃ。ほら、これでよく見えるでしょ。さあ、お別れだ。カズヤ！夏目。あなたの大切な人、死んじゃうわね。やめてくれー！わかった。なるぞ。この人間が生きている限り
あなたは希望を捨てないもの。今度こそ。ええ、今度こそ。